第44ページ「雨のパレード」!2013 年に結成2016年メジャーデビューエイティーズポップインディ・ーアール b エレクトロハウスアンビエントなどさまざまなジャンルや要法の枠を超えた音楽性とアナログシンセやサンプラードラムマシーンなどを取り入れたバンドという形態にこだわらないサウンドメイクを武器に新世代のポップスを提唱する。 ボーダレスな音楽がアジアを中心に海外からも注目されている。ありがとうございます。ありがとうございます。これが雨のパレードです。<laughs> なるほど。照れちゃうね。はい、読むのは。はい。はい、なかなかね、自分たちでプロフィールを言うのもないんでね。<え>そうですね。どうだとね。ええ。これが雨のパレード。<laughs> パレードだ。はいはい。<laughs> 思いますね。 改めまして、雨のパレードのボーカル福永高平です。ギターの山崎康介です。ドラムの大沢美穂です。いや始まりましたね。はーい始まりました。僕、はい、たち雨のパレードはですね。うん、先週1月22日にニューアルバムのボーダレスをリリースさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ますえー、っと計4枚目のアルバムになるんですか、うん、僕らは。そう,ですね、そう。 まあ実はあの3、ー、人体制に僕らなりましてそこから初のアルバムっていう感じなんですよね。うん、なんかも僕らもともとセッションで曲も作っていたのでうん、うん、そのスタジオに入って。 楽器で音をを鳴らして曲を構築しててて曲構築いって、うん、そのままレコーディングしてそのままライブできる状態っていうバンドだったので、はい、まあちょっとメンバーが一人で脱退してしまって、まあ、事実上セッションで作ることができなくなって、うん、まあパソコンで作り出すようになったんですけど、はい、まあ僕らもね、あのー、そういう作り方興味すごいあったし、うん、まあ物は揃えていたんでね、うん、少しずつ。 であの曲の作り方も変わって PC 上に向かってやることによってあのセッションで作るとねあの手の本数しかできなかったんですよね、うん、音を鳴らすことが。そうだから 僕らってめちゃくちゃ音数の少ないバンドだったんですけどまあなんかやりたい音楽の方向性とは真逆の作り方を今まで結構してて、うん、で、まあ、作り方を変えてみることによってなんかやりたかったアプローチとかできてなかったこととかが結構あって、うん、かなりなんか楽しめて作れたアルバムなのかなって思ってますね。そううですねね、うんうん、あとプロデューサーサももさん、うん、もう本当に もう本当に素晴らしい方に入っていただいて、本当ですね、うん。何曲させてもらったんでしたっけ？五曲、五曲です。<え>はい。 アルバムが全11曲なんですけど5曲は蔦屋さんと作らさせてもらった曲でどれも本当に個ずつ勉強になりましいやめっちゃ勉強になったねパソコンで作るって行為があまりしてなかったからそう本当先生のようにね毎曲毎曲勉強になるところがあってそうましたねそこでねいろいろ勉強できたことがね自分たちでセルフプロダクトで作った曲とかにもね 存分ににかかされたた作品なななったかなとそうんですよね蔦屋さんだけではなく、うん、あのー「ドスモ m スっていうヒップホップユニットがね、はい、いるんですけど「s o u l s h i、まあ、って曲作るやつが僕は日頃から少し仲良くしていて、うん、でリミックスをね前お願いしたんですけどもそのリミックスの出来がすごい良かったので、うん、今回アルバムでもね一緒にできないかなという話になりまして「まあゼロから一緒に作ってみようって。 なりまして、うん、かなりかっこいい曲がね、いいねうん、アクセストランディングっていう曲ができてますんで、うん、そっちもチェックしててほしいなと思います。はい、まあこの例みたいにね、そのオーバーグラウンドだったりアンダーグラウンドも、うん、もう本当にボーダレスに作ったし、うん、まあ今までのようにジャンルも。 あの音楽性も全部ボーダレスに作っておりますんでまさに僕らを象徴したような作品になったんじゃないかなと思ってますはいいやもう2019年はすごい力を貯める年だったんでねこの2020年で爆発したいなと思ってるんですが、うん、ああどう思いますどう思いますかって、うん いや本当あの一月二十二日にね、うん、アルバムも出ますし、うん、それをこうスタートとして、うん、バッチバチにもう,こう活動していきたいと思いますけどね。二年間ねどんな年にしたいですか、うん、こうすけさんとか。ああそうね。まああのー、本当にねあの去年いろんな経験ができたんで、やっぱそれ をあのもう存分に生かしてといろんな経験もできたし、うん、なんかこうこれからどんどんあの制作していくものとかにも生かせることがたくさんあったんでなんかよりこう自分たちのパイを広げていけるような。 年にでできるんじゃなないかなってそうですねまたなんか曲作りたい意欲がねる今めちゃくちゃ湧いてますんでなんか何でもできる感がこう<る>なんか徐々に徐々にこう強くなってきたから、うん、いろんな表現方法ができるんじゃないかなと、うん、あの曲もね早く固めたいなとかああありますよあの,やら、ね、あの曲ね私がもしかしたらあれをああするかもしれない。<laughs> そうだね。早くね完成させたいよねあれ次のシングルにしたいなって思ってるテレビ曲もあったりねあと私一個やりたいことあったわ海外で MV また撮りたい欲欲なんかさグアムで撮らせてもらったじゃないサナタイムマジックだね暑い国だったから次はちょっと寒い国あーいいね撮りたい という願望です。アイスランドとかね。アイスランドとか。アイスランドいいよね。アイスランドで制作とかもしたいですよね。いいね。作り絶対いいよね。海外での。私もそう思います。なんか目標とかあるんですか、こうすけさん。2020年の目標。今年の目標。うん。なんだろうな。あ、欲でいい。あね。 あのね、まあ私はもうあの楽器大好き人間なんで今こうギターとあとはあのまあシンセサイザーだったりとか、うん、まあそういうのをこう主に使ってやってるんだけどそこをねあの伸ばしていくっていうのももちろんなんだけどあの、はいはい、そうあのまあトランペットだったりサックスだったりこう生のまあ吹奏楽器っていうのはあるけど、うん、それの,あの電子版の楽器があって、うんうん、なんかそういうこう。 あのちょっと一風違うというか今までと全く違うアプローチで音を出す楽器とかをまあレコーディングでもそうだしもし何だったらライブとかでももし取り入れられたら面白いかなっていうのがあってそうなんかそういうねウインド系っていうサウンドとかもこう操れるようになったらより面白いんじゃないかなと思うんで今年も今年もどんどんあの新しい楽器にもチャレンジしていきたいなって思ってます。 私はですねえっとこの前のフェスでなんかゲストボーカルで呼ばさせてもらって「そそううだったねねフィッシュマンズをナイトクルージング」っていう曲を歌わさせてもらったんだけどめちゃくちゃ楽しかったんでまあんかああいう歌の機会もなんかあったらいいなみたいなあいいね。 のも思ってますけどいいと思いますいやあの時声くん気持ちよさそうだったもんいやー最高でしたね最高のぽのぽさんの演奏でねあのえす歌させてもらったんですけどめちゃくちゃ気持ちよかったんでまたなんかあればいいなーってはいはい。まあえっとそれはそれで置いといてはいまあもうとにかく私たちの新しいアルバムとはい。 新しいツアーが始まりますよっていうことですよ。そうだね。はい。うん、もう雨のパレードのね大爆発するような年にしようと思ってますんで、うんはい、ぜひぜひ皆さん、えー、ついてきてほしいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、お願いします,します、えー。そろそろお別れのお時間になってまいりました。はい、えー。ここで改めて雨のパレードからお知らせです。うん、はい。はい 一月二十二日にニューアルバムボーダレスをリリースしました。は,ーいはい、ありがとうございます。います自信作です。はい。はい、そして、そんなアルバムを引き下げて、二月二日から。雨のパレードツアー二千二十ボーダレスの国内ツアーがスタートします。うんはい、はい、ありがとうございます。いますはい。まさにになってから初の、アルバム。うんうん いうことでこれがなんかね初陣みたいな感覚がありますんで皆さんぜひこれに足を運んでいただいてみんなで一緒に盛り上がりましょうっていう感じですかね。そうですねあと僕というか「雨のパレード」が楽曲提供した映画が「さよならまでの30分」っていうのがですね1月24日金曜日から公開されていますのでそっちもチェックしてほしいなと思っております。はい もう本当にね、うん、映画が面白いので、ね、面白かったよね。<laughs> めちゃくちゃ面白かった。<laughs> そうそうそう。うん、さよならまでの30分。うん、なんかあのいろんなバンドがね、楽曲提供してるんですけど、うん、あの、はい、僕らももう二度とっていう曲を、えー、っとまあなんかそのリード曲として最後配信もしてくれてたりとかもしてたのが、もう聴ける状態に多分なってると思いますんで、うん、ぜひそっちも聞いてほしいなと思います。はい。 はい、そして、さらにお知らせがあります。はい、有線 B. 六十五チャンネルアーティスト特集。ウィークリー J. ポップツーにて、雨のパレードの特集を放送していただいてきます。ありがとうございます。ありがたいですね。ありがたいです。僕らの特集を組んでもらってるんですからね。そうです。放送がですね。今週一月二十七日から。は二月二日までです。こちらもぜひお聞きください。はい。あの曲によってね。うん。 あの全然表情が違うバンドなんで。はい。うどこまでもディグってほしいですね。ね<ー>。はいよろしくお願いします。はいよろしくお願いします、はい。そしてその他詳しい情報は、雨のパレードのオフィシャルサイトや。各 S. N. S. をチェックしてみてください。うん、はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは。また。お会いしましょう。はい。お相手は雨のパレードのボーカル、福永航平と。ギターの山崎康介と。ドラムの大澤美奈穂でした。バイバーイ。バイバイ。バイバ